眠らない街。そう呼ばれる巨大繁華街、歌舞伎町。ホストクラブやキャバクラ、風俗店などが立ち並ぶ歌舞伎町は、今や日本で最も巨大な夜の街と言っても差し支えがないであろう。多くの人の夢や欲望、そして大量の金が渦巻くこの街は、時として、日本で最も危険な街として恐れられることもある。しかしながら、この街の当初の理念は、今の姿とは全く異なるものだった。この歌舞伎町という街は、戦後の混乱の中で、日本の復興を夢見たある一人の男が、文化的で健全な、道義的繁華街を作り出すという目標のもと作られた街だったんだ。そんな夢のもと作られた歌舞伎町という街は、戦後の混乱という荒波に飲み込まれながらも、日本の復興とともに急速に発展していき、そして時代の変化とともに、現在のような夜の街へと変貌していった。今回の動画では、戦後の復興の中で生まれ発展していった街、歌舞伎町が、一体どんな歴史を歩み、そしてなぜ夜の街へと変貌していったかを解説していくぜ。ねえねえマリサ。どうしたんだ突然。一番最初の動画の新宿編で、歌舞伎町は健全な街を作ろうとしてできた街って言ってたけど、あの話の詳細が気になるんだけど。ああ、この話は長くなってしまうから、別の動画で解説するつもりだったんだが、すっかり遅くなってしまったな。それじゃあ今回の動画では、歌舞伎町という街に注目して、この街が一体どんな歴史を歩んだのかを解説していくか。やった。歌舞伎町の歴史ってあまり知られていない気がするけど、一体どんな歴史を歩んだのかしら。ああ、今回の動画は新宿編を見ていなくても楽しめるようにしているから、ぜひゆっくり楽しんでいってほしいぜ。それじゃあ今回の動画も、ゆっくりしていってね。歌舞伎町は、戦後焼け野原と化した東京で、ある一人の男が思い浮かべた夢から始まった。その男の名前は鈴木喜平、かつて歌舞伎町にあった津の葉月区会長だった男だ。疎開先の中禅寺湖で敗戦を知った彼は、戦後の日本が復興していくためには、日本が観光国家として世界に認められる必要があると考えた。そのために鈴木喜平は、当時日本最大の繁華街だった浅草と銀座を参考にし、浅草のようなたくさんの劇場と、銀座のようなモダンで洒落た繁華街が共在する、日本の象徴となる巨大な繁華街を、新宿の一角に作ろうと一晩のうちに思い立った。この一晩の思いつきが、歌舞伎町の歴史の始まりなんだ。一人の男のたった一晩の思いつきで歌舞伎町は生まれたのね。この時鈴木はこの新しい繁華街を、道義的繁華街に作り上げようと目標を立てた。道義的繁華街？道義的繁華街っていうのはつまり、逆目線に立ち商売を行う、文化的で健全な繁華街っていう意味だ。今のイメージと全く逆じゃない？ああ。だからこそ歌舞伎町の歴史は面白いんだ。ところで霊夢、歌舞伎町には歌舞伎座がないのにもかかわらず、なぜ歌舞伎町という名前なのか疑問に思ったことはないか？確かに考えてみれば、なんで歌舞伎町って名前なのかしら。小さい頃は歌舞伎座のあたりが歌舞伎町って勘違いしてた記憶があるわ。この地名の由来は、当初の歌舞伎町開発計画に起因するんだ。当初の計画では、歌舞伎町には11個もの劇場が建つ計画だった。そしてこの中心、現在のゴジラヘッドで知られる東宝ビルが建っている場所には、この街の象徴として、菊座と呼ばれる歌舞伎座が建つ計画だったんだ。そのために、鈴木と共に歌舞伎町の開発計画をしていた石川栄養の提案により、この地域は歌舞伎町と名付けられたんだ。歌舞伎町の名前には、鈴木喜平らが夢見た歌舞伎町への思いが込められているのね。ああ、この結局この街に歌舞伎座が完成することはなく、当初の道義的繁華街という理念も失われてしまったが、この街の名前には、歌舞伎町が作られた当時の夢が残っているんだぜ。歌舞伎町が開発される前、この地域には一体何があったのかしら。明治時代この地には鬱蒼とした森と池があり、鴨狩場として使われていたそうだぜ。そんな自然豊かな場所だったの？ああ、新宿編で、新宿は関東大震災以降急速な発展を遂げたと解説したが、戦前まで新宿の賑わいの中心は三越裏あたりにあり、歌舞伎町は賑わいから外れた位置にあった。そのために終戦を迎えた昭和20年頃まで、この地には現在の富士高校の前身となる、第五高等女学校と、鳥羽巣の車庫があるだけの何もない街だった。歌舞伎町に面する大通り、靖国通り沿いに巨大な鳥羽巣車庫があったために、車庫の裏手にあった歌舞伎町の土地は開発が進まず、戦前歌舞伎町にはスラム街もあったそうだぜ。今では想像もつかないわね。しかしながら歌舞伎町にあった女学校もスラム街も、空襲で全て焼き払われることとなり、女学校は戦災を機に中野へ移転することとなった。その結果この地は戦後、誰も欲しがろうとは考えない広大な平地になったんだ。こうしてこの地に巨大繁華街を作ろうという計画が持ち上がったんだぜ。なるほど。大規模な街を一気に作るには最適な場所だったってわけね。ああ。このような背景で始まった歌舞伎町開発計画は、土地の調査と区画整備も進み、順風満帆に進んでいるかと思われた。
しかしながらここで、歌舞伎町開発計画にある大きな壁が立ちはだかることとなるんだぜ。一体何があったのかしら。戦後、戦争により消失した家の再建ラッシュが起き、住宅用資材の不足が深刻化したため、料理店や劇場、映画館などの、不要不急の建物の建設が厳しく制限されたんだ。まさに歌舞伎町へ当てたような法律ね。ああ、劇場や映画館、料理店が立ち並ぶ予定だった歌舞伎町はこの法律により大きな影響を受けた。すでに柱数本の建設が進んでいた一つの劇場を除いて、施工直前まで進み、あとは建築許可を取るだけだった建物の建築計画が全てストップしたんだ。初っ端からそんな大きな壁が立ちはだかったのね。こうして目玉の劇場建設の先行きが怪しくなると、同時並行で作られていた商店街に入る店も少なくなり、早くも歌舞伎町開発計画は頓挫してしまったんだ。歌舞伎町ってあんまり劇場の街ってイメージはないけど、過去にそんな歴史があったのね。ああ、こうして戦後始まった歌舞伎町の歴史だが、この歴史の裏で、歌舞伎町の未来を決めたもう一つの出来事が新宿で進んでいた。ということで次の章では、この開発計画の裏にあったもう一つの物語について紹介していくぜ。よろしく頼むわ。鈴木騎兵たちが歌舞伎町開発計画に奮闘していた昭和20年代前半、新宿を含め日本中の都市で、闇市が立ち並び大いに繁盛していた。ああ、いつものパターンね。新宿編でも渋谷編でも池袋編でも取り上げていたわね。ところで霊夢、いつも闇市については軽く流して解説しているが、闇市とは一体何なのか詳しく知っているか？あんまり理解していなかったわ。ということでまずは、歌舞伎町発展と密接な関わりがある闇市について詳しく説明していくぜ。よろしく頼むわ。まずは霊夢、これまでに配給という言葉を聞いたことがないか？なんか戦争の映画とか本とかで聞いたことがあるわ。配給が滞って、みたいな話。ああ、日中戦争以降、物資不足が深刻となった日本では、生活必需品の供給が需要に追いつかなくなっていった。そのため1940年から、米や砂糖、マッチなどの生活必需品販売を禁止し、これらを国が一元管理して、国民に均等に配分することとなったんだ。これが配給制度というものだ。なるほど。金銭で販売したら、お金持ちが買い占めてしまうもんね。太平洋戦争が始まり物資不足がますます深刻化していくと、衣服や紙など、生活に必要なほぼ全てのものが配給対象となっていった。何もしなくても食べ物や服がもらえるのは羨ましいわね。だがこの配給制度も、戦争が激しくなるにつれ滞っていき、有名無実化していった。終戦を迎える頃には配給でいられる食料だけで生活するのはほぼ不可能になり、自分で食料を作ったり、どこかで食料を買わなくてはならなくなった。だが多くの食料や服などの生活必需品は、国により販売が禁止されている統制品だった。そこで現れたのが、路上などで違法に統制品を販売する市場、闇市だったんだ。なるほど。闇市ってそういうものだったのね。この闇市は、東京や大阪を中心に日本中の都市で生まれ、戦後の混乱の中で発展していったんだぜ。ところでだけど、闇市で販売されるものはどこからやってきたのかしら。統制品は国が一元管理していたんじゃないの？埼玉や群馬などの農村から食料を運んで販売する農家や、酒や人工甘味料、石鹸などを自宅で製造し販売する人、そして統制品をある場所で合法的に購入し、それを違法に転売した人もいたんだ。え、一体誰がどこで合法的に統制品を買えたのかしら？それは今回の話と密接な関わりがある、第三国人と呼ばれた人々だ。第三国人？戦前、日本は台湾や朝鮮、中国の一部を統治しており、台湾や朝鮮、中国などから、多くの人が留学や就労、徴用などにより日本本土へと渡ってきた。これらの人々は日本国籍を持っていたものの、終戦を迎えると連合国民と同等の扱いを受けれる。第三国人として扱われるようになった。そして連合国側の人々と同等の特権を持った彼らは、統制品を自由に購入できるようになったんだ。こうして彼らは、日本橋高島屋などの百貨店に置かれた GHQ の購買部、PX や OSS で自由に統制品を買い、それを闇市で転売して大儲けしたんだ。特権を生かして大儲けしたのね。そしてこの闇市は新宿にも生まれ、現在の歌舞伎町前にある靖国通り沿いなどは闇市によって大きく賑わっていた。そんな中、戦前から比較的発展が遅れ、平地が広がっていた西口の一部を、第三国人によって奪われることを警戒した行政側が、安田智信というヤクザの親方に西口の管理を申し出た。こうして現在の思い出横丁付近一帯に、西口マーケットと呼ばれた闇市が生まれたんだ。もしかして思い出横丁って、この闇市にルーツがあるのかしら？ああ、その通りだぜ。そしてこの西口マーケットでは、朝鮮や台湾の人々が第三国人という立場を生かして急速に力を伸ばし、大いに栄えていったんだ。このことが後に歌舞伎町発展へと繋がっていくんだぜ。ということで次の章では、舞台を再び歌舞伎町に戻して、計画が暗礁に乗り上げた歌舞伎町がここからどのように勃興していくかを解説していくぜ。よろしく頼むわ。
歌舞伎町の歴史には台湾人の話が欠かせない。建築制限により暗礁に乗り上げた歌舞伎町開発計画を救ったのは、ある一人の台湾人だったんだ。その台湾人とは、後に株式会社ヒューマックスの前身となる、慶安企業を立ち上げた林依文という人物だ。台湾の裕福な家庭に生まれた彼は、中央大学へと入学するために日本にやってきた。そして中央大学を1943年に卒業した彼は、親族が日本で経営する製薬会社の工場長となり、戦争による栄養不足や混乱の中、ビタミン注射液や人工甘味料、解熱剤などを製造し大儲けしたが、大手の製薬会社が立ち直ると、これには勝てないと判断した彼は、不動産事業へと舵を切った。こうして彼は、戦争により失われたムーランルージュという劇場の土地と権利を買い取り、新宿にて劇場の運営を手掛けるようになったんだぜ。そんな林に、歌舞伎町の土地開発を行っていた団体から、とある商談が持ちかけられた。一体どんな商談かしら？歌舞伎町で唯一建築許可が出た劇場の権利を買い取らないかという商談だ。当時歌舞伎町は計画が暗礁に乗り上げた何もない平地であり、そんな平地にポツンと劇場ができても、集客は当然見込めなかった。そんな土地普通は買わないわよね。しかしながら林は、熟考の後この権利を買い取ることにしたんだ。随分と思い切ったことをしたわね。先見性があった林は、発展を続ける新宿にあった開発地区に将来性を見出し、自分が第一歩を踏むことで、歌舞伎町の発展を推し進められると考えたんだろう。こうして歌舞伎町に初の映画館、地球座が完成したんだ。この映画館はちゃんと儲かったのかしら？この地球座は、立地の悪さを補うために、当時珍しかったソ連の映画など、他の映画館と差別化を図ったため、大繁盛したんだ。うまく差別化に成功したのね。こうして一人の台湾人、林依文が踏み出した一歩により、歌舞伎町発展の歴史は始まったんだぜ。この人がいなかったら歌舞伎町は廃れて何もない街になっていたかもしれないのね。ああ、鈴木喜英が作り出し、林依文の踏み出した一歩によって始まった歌舞伎町の歴史は、今後急速に進んでいくこととなる。といったところで今回の動画はここまでにするぜ。ちょうどいいところなのに。次回の後半では、このようにして生まれた歌舞伎町がどのように発展していったのか、またなぜ道義的繁華街として生まれた歌舞伎町は、夜の街へと変貌していったかを解説していくから、ぜひチャンネル登録をして待っていてほしいぜ。ということでこの動画が面白いと思ってくれた人は高評価やチャンネル登録。ご意見やご感想がある人はコメントをぜひお願いしたいわ。それでは本日もご視聴、ありがとうございました。